生の一例、シ生は赤塚不二雄の漫画作品、おそ松くんの登場人物嫌味が行うギャグ。一般に、とても驚いた時に、下記のポーズを取りながら、生と叫ぶ。右腕、または左腕を垂直に上げ、手首を手のひらを下に向けるように直角に曲げる。反対側の腕は、同時に左足、または右足を上げて、膝を曲げ、膝から先を床と平行、または、 膝の角度を鋭角に曲げ、反対側の片足で立つ。垂直に上げる腕と膝を曲げる足は、反対でも同じ側でも、全体が左右反対でも問わない。漫画では、上げた足の靴は脱げ、靴下もずり下がった状態が多い。なお、シェイと叫ぶだけでポーズを取らないこともあり、逆に、シェイとは言わずに、ポーズだけ取ることもある。おそ松くんの作中で嫌味が、シェイをやり始めるのは、 1964年春に発表のエピソードからである。それ以前にもシェーニ似たポーズは存在していた。その最初期のものは週刊少年サンデー1963年43号掲載のおそ松くんでゲストキャラクターがシェーニ似たポーズをとっている。このギャグは1960年代に日本全国を席巻した。おそ松くんアニメ第一作放映時には ビルダーシェイという商品名の足が半円状になった踏み台が売り出され、その上に立ってバランスを取りつつ、シェイをする遊び方が推奨されている。1965年に公開された映画怪獣大戦争でゴジラが劇中の2シーンにおいて合計5回もシェイのポーズを取った。これは同作の監督、本大史郎と特技監督のつぶらやエイのアイデアだったという。 さらに、ゴジライカ主演の宝田明、ニック・アダムス、沢井恵子がェーをしているポスターも制作された。なお同時上映作品、エレキの若大将では、田中邦へ演じる、青大将がェーをしている。1965年の大映映画、鉄砲剣でも、タミヤ二郎がェーをして、ヤクザたちを煙に巻くシーンがある。さらに、同年に制作された桃屋の幹の利兵による、 アニメ CM、江戸紫、特急、牛若丸網で、弁慶が、牛若丸に、その立ちよこせと迫ると、牛若丸が、シェイで応じた。1966年当時、おそ松くんを連載していた、週刊少年サンデーでは、2号で、シェーのポーズを取るゴジラが表紙を飾り、さらに企画、シェ年画像として、各界の有名人に、シェーをさせたグラビアを掲載した。 内容は次の通り。マキシン二と、初代、林家三平による、シェーテレビ情報下は、赤塚不二雄と嫌味によるシェー。怪獣大戦争でのシェーと、当時イメージソング、シェーの歌を歌った、ダークダックスのシェーと、読売ジャイアンツの藤田元二と、長島茂雄による、聖当時の、週刊少年サンデー編集部員のシェーと、赤塚不二雄と、おそ松くんキャラをはじめ。 藤子不二雄のお化けの旧太郎のおば九と、角田二郎のブラック団の太郎、そして馬によるシェイコの聖年賀状は竹書房から発売された文庫本おそ松くんの第14巻ラストに掲載されている。1966年1月4日付の朝日新聞長官に連載されたサザエさんではモンキーダンスをしている家族に呼ばれたサザエとマスオが、 その家に来た猿回しに、猿の出る幕ないよというと、猿回しは、だからちゃんと仕込んできましたというなり、シェイと叫んで、猿にポーズにやらせた。この漫画はそれまで単行本に収録されてなかったが、2018年5月30日に朝日新聞出版から発売された、お宝サザエさんの第5巻に初収録された。 毎日グラフの1966年2月13日号で、シェイダイオンと題した赤塚藤尾特集が組まれた。1966年の日活映画、大空に乾杯では、カレーを焦がした泉雅子がシェイを行い、同じく青春が5号では、カジメイコが兄に向かって、シェイと叫んでいる。ビートルズが1966年6月に来日した折、 滞在していた、当時の東京ヒルトンホテルのスイートルームにて、ジョン・デノンが、当時のミュージックライフ編集長、星川ルミコのすすめで、シェーのポーズをして、写真に収まった。ポールもシェーをしたが、横でサングラス姿のリンゴが呆れた表情をしている。1967年観光の北森を、回答、地箱では、秘密工事を受け負った大工の口封じのため、路上で、シェーを行って、 電柱工事人を驚かせて落させた冤罪を、でっち上げ逮捕する描写がある。1967年刊行の岩田和夫、英単語記憶術語源による必須六千語の制服では、英語の関東詞、G の訳語に、シェーを用いている。1970年には、当時10歳であったナルヒト新皇が、大阪万博において三菱未来館を訪れた際に、シェーを行っている。 1972年に週刊少年キングで再開されたおそ松くんでは再開第2話となる1972年14号でシェイの押し売りを発表この話では押し売りの嫌味は5年前はシェイをやるだけで人気者になり売り物を買ってもらえたが今ではシェイは受けず物も売れなくなり押し売り仲間の大恩から シェイはもう古いよんと言われ、シェイのないミーなんてミーのでないお粗末くんざんす。とつぶやくという、自虐ネタ的な話になっている。カナダのロックバンド、メンウィズアウトハッツが1982年にリリースしたセーフティダンスのミュージックビデオの中にも、シェイのポーズが映し出されている。ゲゲゲの鬼太郎に登場する妖怪闇は、たまたま同じ読みなだけで、 おそ松くんの嫌味とは直接関係ないが、アニメ第3、4作に登場した際に、シェをする場面がある。1993年には、下一ドライバーのアイルトンセナが、テレビ番組、トンネルズの生でダラダラ行かせて、内で、石橋孝明、佐田岡昌二と共に、シェをしている。2000年12月31日に放送された、日本テレビの特別番組、池都市恋。 2年世紀声スペシャル2000から2001で20世紀を代表するギャグとしてシェイを2001連発するという2シェイ一年シェイ2001発という企画が行われた。この時会場となったステージの上には嫌味のパネルが置かれ主催の高田淳二も嫌味のコスプレをしていた。このキャラクターのモーションを文字で表現する方法として2006年放送のバラエティ番組 トリビアの泉、素晴らしき無駄知識において、丘4を縦に書くと闇が、シェイのポーズをしているように見えると紹介された。また、赤塚藤二雄漫画家家業50周年企画として、展示会、赤塚不二雄三インギャラリーが2006年7月22日から9月3日に、渡り、サンシャイン60展望台スカイギャラリーにおいて、開催された。ここでは、シェそのものがテーマとされ、 赤塚のキャラクター全員が、シェイのポーズをしているパネルが入り口に展示されていた。2009年8月26日から9月7日まで行われていた、追悼、赤塚不二雄展では、様々な漫画家が自作のキャラクターに、シェイをさせたものや、著名人が、シェイをした写真で壁面を埋め尽くす、シェイ、オンパレードと題した企画が行われた。展示されたイラストや、 スナップショットの一部は期間限定で追悼点公式 HP 内の今日のシェイコーナーで閲覧することができた。赤塚の娘のリエコによれば、おそ松くんで嫌味が驚くシーンを描く木はアシスタントに様々なポーズを取らせ、脱げかかった靴下がビローンと下がっているのに大爆笑が起きたので採用されたという。このため作中で嫌味がシェイをするシーンは、 靴下が垂れ下がっていることが多い。また、赤塚が新宿御苑で当時の作画スタッフらに人前で何か恥ずかしいことやってと提案、高井健一郎がアベックの前でシェーと叫んで逃げたのがヒントになったという。シェーという発音は本来、ヒエ、えー、と叫ぶつもりなのに、嫌味の前歯は大変な隙間であるため、空気が漏れてシェーとなってしまったとされる。 他にも、嫌味のフランスかぶれ的なキャラクターから転じて、フランス語のスラングチーヤから来たとする説もある。ただし一般的にこのフランス語のスラングは、チーヤ一単語ではなく、フェールを組み合わせて、フェチーヤということが多い。また、星真一は、赤塚不二雄が満州からの引き上げ者である事実に着眼し、中国語のシエシエの発音が幼児期の赤塚にすり込まれた可能性を指摘している。 藤子スタジオ在籍時に赤塚と会ったことのある、エビ原武氏は、シェーンからヒントを得たのではないかと推測している。またアニメでの嫌味の発音は、第一作と、おそ松さんは、高音の裏声で、シェー。第二作は、地声ベースの、死ーとなっている。ありがとうございます。